し。こんばんは。ヤスルパンさんでありがとうございます。プレジョンさんクッキーありがとうございます。ミキヤくんクッキーじゃない猫ありがとうございます。レッスンお疲れ様ですって。お疲れでした。お疲れ様でした。めっちゃ脳使った。やったことない曲を2曲覚えたから脳がパンク。坂道 FC さんチョコありがとうございます。蓋閉めすぎて割れた。力強。ミラクールさんありがとうございます。ウドムさんありがとうございます。そう、次からコスプレする。次バックから9時ですね。うさぎにしようかなと思ってる。ピンクだしね。リップの蓋を軽く閉めたつもりが強すぎて割れましたって。ひび入っちゃった。こんばんは。バイバーイ。みんなもお気に入りのコスプレは何ですか？私はね、どれも見飽きて、まあ強いて言うなら最近新しいヒョウ。リップの掃除。でもウサギとか1回しか着てないけどね。やっぱメイドか。メイドもなんか同じのばっか着てるから新しい形を入手しようかな。そろそろ新しい形。こんばんは。画像はないですよ。たまごサンドさんクッキーありがとうございます。そう、この前のヒョウ、うさぎ、なんかあるっけな。あ、うさぎってあっちのうさぎか。垂れ耳のうさぎ2個あるんですよね。うさぎ年に来たピンクの耳が立ってるうさぎ。でも最近で赤外できたやつは垂れ耳のあれは犬。それかな。こんばんは。あ、私猫も好きかも。猫どこ行ったんだろう。猫こんばんは。猫もう数年着てないやつはどっかに押し込まれてるから。猫とかどこ行ったっけな。黒猫。そう、ピンクのバニーがあるんですよ。とピンクの垂れ耳ウサギみたいなのもある。ウサギ2つある。うどむさん猫ありがとうございます。
ね、黒猫とか超夏いよ。2年3年来てない。2年とか。でも耳がなさそうやな。コスプレはコスプレでまとめてなんかしまってるつもりだけど、着て脱いでなんか洗濯したりしたら違うとこに戻して行方不明。こんばんは。着ちゃったらね。明日もコスプレするのって。最終枠ですか。そうだね、まだ決めてないけど。こんばんは。明日のスケジュールは朝何時がいいかな。朝と昼と18時半からです。12時と18時半。朝は決めてない。朝胸焼きチンしますか。でも明日はあんま夜時間ないんですよ。カラオケします。ボックスだから夜の1時間半はカラオケ配信。朝何分ですか。1時間半と、あ、50分、50分、1時間半って言った気がする。後で紙に書く。朝やっぱ8時半とかがいいんかな。もう今日8時半微妙だったけどな。あっちに持ってってるわ紙。後で次枠までに書いとくわ。芋けんフィーさん、クッキーありがとうございます。こんばんは。8時がいいかな。8時。8時、12時、18時半です。やすべえさん、クッキーありがとうございます。もうちょい早めが助かります。7時とか。こんばんは。こんなめっちゃ早く配信するよね。今イベントやってるんですよ。そうだからいっぱい早い時間に。そう、確かにイベントやってるって知らなかったらなんでってなるよね。ショールームイベントに参加してるから。なんか旗のマークをしたら出てくる詳細が。コメントの横の旗。明日休みで寝たいから8時でお願いしますって、ね、起きてもう一回寝たらいいじゃん。こんばんは。明日で最後なので朝は休みだったら起きて星だけ投げてもか寝る。こんばんは。
そう、私も二度寝するつもりだよ。昼からレッスンだから朝起きて配信して寝る。明日は6時移動。こんなにショールーム開くの何年ぶりだろうって。逆にすごい離れてたのショールーム。こんばんは。え、私暖房入れてなかった、気づかんかった。喉疲れてそうって言われて湿度見て35やって思ったら下に13度って書かれてあるんだけど、びっくり。暖房入れ忘れてたわ。ね、3時ぐらいから家いるのに気づかんかった。こんにちは。レッスン後ご飯して帰ってないよ。まっすぐ帰ってきました。今暖房つけてない。13度です。忘れてた。湿度見んかったら気づかんかったわ。まあいいや、気づかんのならつけなくていいよ。そんなに寒くない。レッスンから帰ってきた時暑いじゃん。だからそのままずっといたんだ。運動して暑いからちょうど涼しいと思って帰ってきて、湿度35です。私の部屋にしたら高い方です。20、よく20なので。1500日の背景は1日っきりです。なんか何年記念とかは3日前とかから始まるけど、1500は当日しかないです。明日だから。そう、明日はこの背景じゃないの。可愛いのにね。プリティピンク。でももっとまあ見慣れたけど豪華なやつになるので、見慣れたけど豪華なやつになるので。レッスン上は冷房かな。暖房入ってたら暑すぎて踊れないよ。冷房だね。ゆうぴょんさん、クッキーありがとうございます。レッスン上が寒すぎるんや。もっと寒いもん。じゃいけんか。全然寒くない今。うどむさん、猫ありがとうございます。寒くて鼻水出るって思った。見慣れたよ。だって記念日何回迎えたか。あの花が来ててファン一同頭に出てくる。レッスン上は冷房ですよ。だって動くじゃん。超暑いから暖房は入れたら汗に暖房みたいな、クラクラになっちゃう。入れない入れない、倒れちゃいますよ。暖房の部屋聞いたんで戻ってたら。炎上さん、クッキーありがとうございます。そう、寒くて寒くて立ってる時とか、あっち側が振り入れしてる時、こっち側暇な時とかめっちゃ寒かった。パートンさん、クッキーありがとうございます。記念日背景だね。
記念日多いですから。まあ多くないか、100単位だもんね。100単位たまたま4年とちょっと近かっただけ。いやー 20% だって。隣のリクマイランさん、チョコありがとうございます。1500日は4年かな、3、4、12、4年と近いです。え、充電できてないよ朝から。こんばんは。歌唱力に出てほしい。でも超歌下手なんだよ。エドウィンさん、クッキーありがとうございます。1500は通過点ですよね。2000、3000とって、3000なんて、2000ですら結構遠いんですよ。そんな軽く言うけど、2000ですらあと1年半以上ある。だから3000はそれプラス3年ちょいでしょ。4、5年、あと5年。なかなか増えないもん日数なかなか増えん。2000はまだ先だよ。1年半ある。6月、まだだいぶ先だよマジで。今2月でしょ。1年3、4、5、6、5ヶ月ぐらい。1年5ヶ月でも一瞬で結構過ぎるけど、1年なんて。でも1年5ヶ月あったら人の性格が変わる、人が変わる。いや、気長に待ちますね。まだ1500だもん。何時までやっけ。40分か、あと20分。気長に待ちます。こんばんは。じゃあ明日の班は7時半の方がいいってことですか。7時、アンケートしようかな。こんばんは。一番多いところで。こんばんは。何百回配信してますかって、貢献ランキングみたいなの見たら大体わかる。たくさん来てる方の回数が見えるので。ひとしさん、チョコありがとうございます。クッキーもありがとうございます。ね、でもキラキラ止めちゃうから、収まってからするわ。こんばんは。お腹すいたな、何食べよっかな。やあやあ
スルパンさんクッキーありがとうございます。お腹空いたよね。空いた空いた。何か買いに行くのって、どうしようかな。今日は朝から食べてる。朝起きたから。朝昼。昨日のチョコは残ってるけど、さすがに夜ご飯チョコは。スコッチさんクッキーありがとうございます。今日は食事してないよねって。忙しいみたいだね。すごいね、それ動けるのが。空腹すぎて。それ綿菓子とかはあるわ。小枝ちゃんと綿菓子あるけど。私もご飯我慢できるように人間になりたい。まあ我慢してるわけじゃないと思うけどさ。なんかアイドルさんあんま食べないじゃん。なんかどうせ食べても知ってる味だしみたいな、よく聞くし、アイドルさんの口から。寝る前に食べる意味が分かんないみたいな。そういう人間になりたいです。夜お腹空くのは分かるけど、もう寝るだけだから食べる必要なくないみたいな言ってる方いて。そう、すごい、確かに間違いない。お腹空いたら寝ればいいな。森さんチョコありがとうございます。伊豆茶さん大好きありがとうございます。でも間違いないよ。寝るためやもん。まあ寝るだけ。夜配信してなかったら特にね、8時頃お腹空いてもまあ食べなくて寝るだけやけん、寝たら10時とかにいいってことよね。10時11時とかに、10時とかに寝たらこうやって0時とかまで起きとおけん。ね、お腹空いて寝れんって。私もそっち派の人間だからすごいなと思って。こんばんは。今何位とか分かるよ。なんか旗のマーク出てない？コメントの横の横ぐらいに旗のマーク、旗。もしキラキラとかがあれば投げてください。キラキラ視聴してたら溜まってたりするやつ、ミッションで。こんばんは。チョコももらえるんだけど、まあむずいから。チョコは5ルームぐらいにキラキラ投げたらもらえる。5ルームぐらい、まあ他のルーム見てとりあえずキラキラ投げてくればチョコたまる。ケンケンパーさんチョコありがとうございます。無料のチョコだけでもそう5個で100ポイントあるから、10個で200、10連したけん3倍になって600ある。大きいです。意外と10連したら600。こんばんは。こんばんは。そう、1日5個しかたまらんけん2日貯めたな3倍。でも明日で終わりだから、まあ今日と明日貯めれば明日投げれる。ビートルさんクッキーありがとうございます。クッキー
実はショールームゴールド買うときにチョコもらえる。そうなんだ。レインボースター的なチョコついてくる。お、スコッチさんありがとうございます。チョコ、レインボースター選んだ。あ、選べるんだ。レインボー、そうよね。うん、やややあと10分ぐらいです。次枠はコスプレをして配信します。きっとウサギ、きっとウサギだけど、ウサギ探してる途中にこれにしようって思ったらそれにする。でもきっとウサギです。チョコの方がいいかなって。どうだろう、レインボースターの方がポイント高くない？レインボースター1にチョコ2やったらチョコでいいといいけど、チョコ1レインボー1やったらレインボーの方が高い。チョコ1に対してレインボー2なら、ん？逆逆、チョコ2、どうなんだろう。初見です、はじめまして、こんばんは。了解、楽しみにしてます。はい、なんか一瞬今日が金曜日かと思った。今ちょっとテンション上がりかけた。違う違う、明日か。こんばんは。金曜日って嬉しいよね。一瞬心の中で喜んでしまった。金曜好きだって土日じゃんとか言いながら、別に土日休みの仕事じゃないからさ、休みは平日に全然あるんだけど、なんか金曜って嬉しいね。金曜気分だよね今日。なんか1週間仕事した気分。金曜ってさ結構疲れてて、でも次休みでよっしゃーってなるじゃん。あっくんチョコありがとうございます。金曜みんなが楽しそうにしてるのも好きだし、一週間お疲れみたいな、世間がにぎわってんなーって。別にね、全然月火とかも休みとかあるけど、金曜が嬉しい。毎日お疲れ様です。仕事してるみんなへ向けて、仕事しているみんなへ向けて。曜日感覚なくなりがち。私は毎朝自分で書いてるからなんとかある。あと火曜をツイート休みにしてることによって逆に曜日感覚がしっかりする。今日は休み、あ、昨日休んだから今日は水曜かとか。これは平日が休日悪くない。え、本当にそう、人がいないからね、買い物行ってもめっちゃ便利。でも人いなすぎて服屋さん行ったら 100% 話しかけられるから、人混みに紛れて入るの方もいいなって思うけど。こんばんは。もう誰もいないから、平日のパルコのほぼいない。
ね、おはようツイートありなしで、あ、今日火曜なのかみたいな分かるよね。で、水曜は昨日休んでたから今日は水曜やなって、そろそろ木曜かみたいな。こんばんは。そういう意味で火曜お休みしてるわけじゃない、毎日起きるのあれだから火曜だけ休んでるっていう私の自由な、まあ強制じゃないからさ。しかも火曜が一番伸び悪いんですよ、今まで毎日やってきて。もともと毎日やってたんだけど、一番伸びが悪い日を休もうと思って、それが火曜だったの。りんごさん花束ありがとうございます。やすべさんクッキーありがとうございます。火曜はみんなでもあれなんかな、ちょっとピリッてしとんかな、月曜で疲れて火曜みたいな。金曜日はウキウキだけど。こんばんは。まあ火曜あたりが一番しんどいよな。月火がしんどい。木はもう明日金曜日っていう、頑張れる。火曜はスーパーの特売のイメージ。そうなのかな、火曜日か。こんばんは。火曜はご飯屋さん休みなとこ多い。マジ？でも定食屋って土日休みじゃない？結構木曜日が一番しんどい。マジ？今日じゃん。木曜はもう明日金曜日だっていうので乗り切るんですよ。今日じゃん。え、火曜きつくない？だってまだあと4日もある。水木金、火水木金。ローガンさんクッキーありがとうございます。こんばんは。私が行ってる定食屋とかは土日が休み。ありがたい。平日、平日だから会社員とかにはありがたい。まあ土日は適当に。まだ通う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 。すごい、何百回訪問が重なってる。リュウさんが200回訪問、ピヨコさんが400回訪問、レベッカさんが400回訪問。3連続できた。みんなには見えないんだっけ。3人がピピピってきた。200、400、400。こんばんは。あ、見えてるんだ。そこ見えてるのね。あ、昨日のサラピでもじゃあ見えてたの？みんな触れなかったじゃん。私が触れたけど見えてないんかと思ってた。最近あえて言ったのに。サラピが200回だって。こんばんは。初訪問はライバーさんだけか。なるほどね。しっかり見えてた。でもあんま触れんかったよね、全然誰も。その後普通にコメント来てて、
ちょっと私も触れるか迷って触れたけど、コメントより先に触れたからさ。うっかりゆきりかのお顔しか見てなかったから見逃したわ。見逃したわくれますか。しっかりゆきりかの顔しか見てなかったから見逃したわ。ほずみさん、クッキーありがとうございます。そう、200回間ってチラチラ私のね、多分覗いてたってことでしょ。200回は間違いじゃないからな。こんばんは。足がしびれてきた。なんか最近家のインターホンの調子が悪くて、そう、タワー来てる？じゃあタワーあげるよって。何そのスマートな。でも私の画面には来てないんだけど、なんで？マジで来てない。履歴にもない。何タワーだろう。ありがとうございます。じゃあタワーあげるよって。何それ、スマートなイケメンだ。なんで飛んでこんのやろ。見直すな。え、履歴残ってない。ガチガチ見せてあげようか。本当なんよ。嘘じゃないよ。本当。タブレット取ってこよう。本当なんですよ。よいしょ。ガチです。どの辺かな、この辺か。まあいっか、時間ないからこっちで見ようね。見逃したわになっちゃった。見逃したっていうか飛んでこんのだけど、やばくない？投げてくれてるのにね、時間があれだからこっちで確認しようと。40分ですね。はい、え、あ、こっちにも来てない。見て、あ、ちょっと部屋が見えるんか。こっちにも来てないタワー。見えんね、ほら来てない。見逃したわじゃん。マジで来てない。ほらこっちにも来てない。見えないね、私の顔しか見えない。どっちにも来てないや。ありがとうございましたわ、歌松さん、ありがとうございます。私も iPod で、 iPod では見えない。なんでだろうね。ダメじゃん、ダメじゃん。そういうバグかな今。見逃したわになっちゃう。じゃあ単純見ます。13位、イモケンフィーさん。12位、ひとしさん。11位、ルカさん。10位、ハルさん。9位、プレジョンさん。8位、つばさほしいさん。7位、ヤスベさん。6位、ヤスルパンさん。5位、ミキヤくん。4位、坂道 FC さん。3位、あちゃった、4位、イルザさん。3位、坂道 FC さん。2位、ウダムさん。1位、ブタマツさん。ありがとうございました。じゃあ部屋なしってことで。ダメだよ、ダメだよ。後で更新してみるわ、配信終わった後に。この後更新してみる。ありがとうございました。なんかついてる毛玉。じゃあ次コスプレ21時からです。またねー。